中間にある戦国時代は両方の文化を取り入れとる面白い時代であるがために城としての魅力が高いよ、戦に対する備えとして、そして見せるためのものとして作られたというのが革命的。これが中世から近世の大きな変革なわけ。時代が分かる。天守がないということは中世の城なんじゃなっていう。で、天守閣があるあったとされるのであれば近世の城になるんじゃなっていう一つの見分け方になる。わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はぁ、こたびの題目はこちら、城郭編戦国時代の城の特徴。さあ、ということでこたびも城郭お城についてみなみなに分かりやすく伝えてまいろうと思っておる。高評価、チャンネル登録よろしく頼む。では早速やってまいろうぞ。戦国時代の城の特徴と申す前に、戦国時代の前後を知ってもらいたいと。戦国時代というのは戦が多かった上に、戦の要として城が作られた。しかしながら戦が終わっていく時代でもあるということで、それと同時に城も形態が変わっていったんじゃ。まあ特徴というものをなお届けしようで、ぜひともその動画を見てもらったら分かるんだけれども、中世から近世へと城自体も進化していったんじゃ。まあ結果的に江戸時代になると政治経済のための城となっている。でこの江戸時代、戦国時代、それ以前室町時代というものであれば戦のための城である。この間、中間にある戦国時代は両方の文化を取り入れとる面白い時代であるがために城としての魅力が高いのよ。では早速それやってまいろうか。こちら、土から石へというのは、それまでのお城というのは土が中心で作られたお城なんじゃ。例えば穴を掘って堀を作る。その掘った土で盛って盛り土を作る。要は土の壁を作ったり、穴を掘って落とし穴を作るのような感覚じゃな。そこから次は石を使うものになる。これが今の主らがよく見る、いわゆる城にあるものじゃな。石垣というものの登場じゃ。石垣。まあ城行ったら、石垣だ、あの気軽に見とるものがちょうど戦国時代に生まれたんじゃ。うん。そして、そもそも城というのは、これ、漢字見たらわかると思うが、土となると書いて、城という漢字なわけじゃな。つまり、もうそれまでは土で出来上がるものが城だと認識しとったが、わしらの時代で、この石垣の登場で随分と変わる。ちなみにこの石垣の登場を、まあ随分早くいたしたというのは、こちらの観音寺城と呼ばれる、六角寺と呼ばれる、まあ、近江の国の大名が築き上げた城郭、城の方が、まあ、これがいち早く取り入れたと言われている。よかったら、近江の国、滋賀県に行くことがあったら、この場所に足を運んでほしいんじゃが、ドラマ、麒麟が来るの方でももしかしたら登場するかもしれん。信長様と敵対して、戦をした大大名の城でござる。そして、続いてこちら。特徴で申すと、建築物。これがもう一番大きいんじゃないか。だって、主らも観光しに行った時に、その土地の城に行ったら、あ、あれがお城だって言って指さすのが、その、天守閣というものなんじゃな。で、わしらの時代は、ちょうど信長様がこれを築いたと言われてるんだけども、天守と、まあ、呼んどったゆえに、今天守と呼ばさせてもらった時は、明治時代以降には、まあ、天守閣という呼び名になってるか、この高層建築物の登場なんじゃ。そして、多聞櫓。これちょっと難しいが、簡単に案内すると、1階建ての長屋みたいなものが石垣の上に乗っかってるものじゃん。なんとなく想像ついたか。天守閣がこうな、3階建てとか4階建て5階建ての高い建物なんじゃけども、多聞櫓は石垣の上に乗っかってる1階建て、まあたまに2階建てもあるんじゃけれども、まあそういったなんか平屋みたいなものが、乗っかってるんだけども、いわゆる建物が登場した。それまでは建物がなかったんじゃん。実はこういった塀とか柵しかなかった。土で盛り上げた部分に塀とか柵を真ん中に作ることしかできなかった。じゃあなぜできんかったのか。これ聞いたら面白い。じゃあそもそも天守閣とは多聞櫓建てればええではないですか。別に昔の時代だって。建てれんかったんじゃ。建てれるようになったのはこの石のおかげなの。実は土の上に、まあ主はこの中にもしかしたら建築関係のものがあったら分かるかもしれないが、土の上に何か建てるっていうのは不可能なの。まあ不可能と申すと、それも間違いなんだけども、建てとっても大雨とか降って土砂崩れが起きたら建築物一緒に倒れてしまう。じゃあ石垣にした途端にそういったことがなくなったんじゃん。
だでこういう建物を建てるということができるんやったら、それまでは御殿と呼ばれるもので、要は屋敷じゃな、あのそういう住む場所、居住空間をまあ作るだけであったけども、石垣の上に戦に対する備えとして、そして見せるためのものとして作られたというのが革命的。これが中世から近世の大きな変革なわけよ。これが最大の見どころ。だってこれから城巡りをした時にも天守があるか否かで時代が分かるの。天守がないということは中世の城なんじゃなっていう、で天守閣があるあったとされるのであれば近世の城になるんじゃなっていう一つの見分け方になる。そしてそれを誰が成したかというと、そう、織田信長様であったということなんじゃ。信長様がいち早くそういった城作りの革命的な革新的な新しいものを取り入れる、そして戦のための城ではなく近世につながる政治経済の中心となるように見せるための大きな城を作って、城下町を作って賑わう楽市楽座のようなものを広いたおかげで、今の城郭というものが今に残されておるし、異国のものも日本といえばキャストお城というふうに文化が残ることとなった。ゆえに今のお城好きの皆の衆は信長様に大変感謝してもらえて、城持ちではない武将前田慶次からだった。以上 YouTube。 お主チャンネル登録をいたせよ。